チェリオグレープ、オレンジ、メロン。関東中心に売られていた、ワンウェイビン、チェリオオレンジエドビン。中部地区限定のリターナブルビンチェリオは、株式会社チェリオコーポレーションによって、製造、販売されている日本の炭酸飲料である。2015年現在は1965年販売開始とされているが、過去には1963年、1964年、 1967年と公表したこともあり諸説ある。正式名称はチェリオグレープやチェリオオレンジ、チェリオアップルなどでチェリオという単独の名前の商品はない。もともとは日本セブンアップ飲料ほかセブンアップのボトラーがコカ・コーラのファンタの成功を見てアメリカで販売されていたハウリを解明して発売したのが始まりである。 セブンアップの日本法人は、はうぎのままで販売をしたかったが、アメリカ本社の許可が下りずに、瓶の形状の未流用した形で、チェリオの発売に至った。その関係からかつては、瓶入りのチェリオが自動販売機や店頭などで、セブンアップと並んで売られていた。近年、種類も増え、缶やペットボトル入りのものが主流となっている。瓶入りのチェリオは、 オレンジグレープが従来の 296ml リターナブル瓶で、オレンジジェードコーラ、クラブソーダが 200ml リターナブル瓶で、中部地方を中心に販売されている。かつては関東でもリターナブル瓶入りのジェリオが販売されていたが、瓶の回収が困難になったことに加えて、生産拠点が廃止されたために 320ml のワンウェイ瓶での販売となった。 この製品は従来のリターナブル瓶製品よりも量が約 25ml 増で果汁入りとなったが、それも2006年頃をもって終了した。関西では自社生産の停止後、オレンジとグレープの 296ml リターナブル瓶をチェリオチューブより調達して販売していたが、これも90年代末に中止された。カロリーゼロでサイズの大きなメガシリーズが、 夏き限定で発売された。2010年から自販機にてメロン、パインサイダー、ブルーサイダーのペットボトル版が発売されている。2012年からスーパーマーケットなどでスポーツドリンクサイダー、スイカサイダー、ブルーサイダーのペットボトル版が発売されている。2013年から自動販売機でフルーツパンチ味のペットボトル版が発売されている。瓶入り、 飲料が主流だった昭和50から60年代頃までは競合製品に比べて内容量が多いこともあって各地の駄菓子屋で部活帰りの中学生や高校生たちによく飲まれていたそのため2007年に映画 Always 族3丁目の夕日のキャンペーンとして2012年に映画 Always3 丁目の夕日64のキャンペーンとして セブンイレブンでワンウェービンでグレープオレンジ味が販売された。以前はオレンジなどの柑橘系だけでなくミルクコーヒーなども瓶入りで発売されていた。ありがとうございます。